はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日はツーリング日和ということで春のツーリングを楽しんでおります。そして今回目指す先は道の駅月ヶ瀬でございます。月の駅道ヶ瀬、こちらにはね、鹿肉のキッチンカーがね来ているということで今目指していたんですけども、なんとね、まさかのまさか今日はねお休みだそうです。今日のねツーリングの予定は実は2月から立てていたんですけど、3月になってその鹿肉キッチンカーのスケジュールを見たところ、なんと今日と明日だけお休みほぼね週末は月ヶ瀬に来ているそうなんですけど、今日はいないということで、私たちは何のために月ヶ瀬に行くのかよくわからないツーリングになってしまっております。そしてね、もう皆さんお気づきだと思うんですけど、今回はね目の前にプリウスがいます。先日 CBR が復活したばっかりなんですけど、ちょっとお父さんにハプニングがありまして、今回プリウスでの参戦になっております。お父さん聞こえますか？聞こえる？急遽ねカルドのマイクセットを買って、車の中から私とインカムでつないでおります。はい、ね、なんで今日 CBR じゃないのっていうことなんですけど、まあこちらもねまたしてもハプニングということで、なんとねお父さんが、まあ、先々週ぐらいかな、ウイルス性胃腸炎になってしまいまして寝込んでたんですよ。で一時はねコロナになっちゃったのかなって心配してたんですけど、 PCR 検査を受けたらね陰性で、ようわからんタイミングでウイルス性胃腸炎にかかっておりますでもう復活はしたんですけど、そこから腰が痛くてね、腰が痛くて痛くて CBR には乗れないそうです。朝起きたら皆さんも気をつけてください。今日はねマジでツーリング日和だから走りたいよな。これは多分今年一ツーリング日和だと思う。非常に残念ですね。そんなね、あの腰の痛いお父さんと今月ヶ瀬に向かっているんですけど、月ヶ瀬はね比較的新しい道の駅なんで、すごい綺麗なんだよね。なんかカフェなんかも併設されてて、そこでね特色のあるものを見つけたんですよ。ズガニラーメンとかズガニ味噌汁。ただねこのズガニシリーズもですね期間限定ということで、今ズガニがあるかどうかっていうのは定かではない。でもね私があとね月ヶ瀬で見つけたのがイノシシモナカソフトクリームっていうね、イノシシモナカが乗ったソフトクリームがあるんですよ。今日だったらねソフトクリーム食べてもいい気候なんじゃないかと思うよ。まあでもここ久々だな。もう最近はさ街乗りが多かったし富士方面も多かったからさ、久々の伊豆だね。なんで混んでる、めっちゃ混んでる。マジで？うわー、いきなり嘘だろ。でもね止まってない。バイクとしては一番嫌な進み方。進んじゃいるからね、止まってんのは辛すぎ。トンネルを抜けたらそこは伊豆だった。そういえばさ、最近ハプニング続きでさ、プリウスのねフロントガラスが割れたんだよね。今日はだから新品のフロントガラスでねツーリングに挑んでおります。びっくりよ、飛び石飛び石。ちょっと待って、右桜やないこれ。え、咲いてるじゃん。これはちょっと1ハッピーだね。あ、料金所、ここ払っといて。後ろのバイクもそうです。どういう組み合わせだよ。サポートカー、サポートカーね、かなり稀なパターンだね。お、月ヶ瀬出てきましたぞ。 400m。あ、まっすぐなの？あ、そうなんだ、こっちなんだ、左なんだ。へぇー、おもろい。ヘアピン？なんで急にヘアピンなんだよ。急にヘアピン噛む。あ、でもバイクも結構いっぱいだね。なかなか混んでるよ。あ、すごい！初めてすげえうまく止めれた。やばい。世界初。はい、道の駅月ヶ瀬に到着しました。今からここでね、ランチをしていきたいと思います。はい、では行ってきます。押すの。どう？ここが月だ。本当だよ。そしたら押してここに置いてきたら、ただのやらせだね。はい、私はね、ズガニ汁をね、頼みました。オープン。おお。すごいね、見て。カニがいますわ。うわ、カニ
だよ。量がちょうどいい。こっちはね、川があるんだよね、あそこに。あそこのギリギリまで行ってみようよ。ふう、お腹いっぱい結構ね、ズガニ汁だけでお腹いっぱいになりました。朝食かっつってね。すごい綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。これ以上は入れないけど、あそこなんかすごいな、緑色。うわー、結構綺麗だね。すごいすごい。はい、じゃあ今からね、 SNS を更新したいと思うので、フリー Wi-Fi につなぎます。最近では駅やサービスエリア、カフェ、ホテルなど旅先でフリー Wi-Fi を使う機会が多いと思います。フリー Wi-Fi はとても便利なんですが、実は危険も潜んでいるんです。悪意のある第三者に情報を盗み見されたり、個人情報を抜き取られたりする危険性もあるのです。そんな時に便利なのが VPN。VPN とはバーチャルプライベートネットワークの略で、オンラインでのインターネット接続とプライバシーを保護するサービスのことです。データ用の暗号化されたトンネルを作り、 IP アドレスを隠すことでオンライン上の身元を保護し、公共の Wi-Fi ホットスポットを安全に利用することができます。 VPN がない場合、ほとんどのインターネットサービスプロバイダーはどのウェブサイトにいつアクセスしたのかが分かるデータを保持しています。しかし VPN を使用するとこのデータを収集できないため、オンラインでウェブサイトを閲覧する際のプライバシーが保護されます。今回紹介する NordVPN は最大6台までの同時接続ができて、ほとんどの OS で使用することが可能だそうです。60カ国に5200台以上の高速サーバーがあり、日本には80台以上の高速サーバーを設置しています。そのため高速なインターネットを安全に使うことができます。暗号化されたデータを海外に送信するのが心配な場合は、日本のスポットを使用してください。こんな感じで日本にもたくさんのスポットがあります。最近ではオンラインで買い物をしたり、税金を支払ったりすることが多いと思います。そんな時に役立つのが VPN。 ネットで支払いをする場合は、クレジットカードや銀行カードの詳細をサイトに提供するため、データを隠すことが非常に重要です。こちらの NordVPN は30日間の返金保証付き。もしも製品が気に入らなければ返金もできます。こちらのサイトにアクセスすると、2年プランが通常価格よりもお得に購入することができ、さらに1ヶ月無料で使用できます。動画概要欄にリンクを載せておくので、気になる人はぜひぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではね、イノシシモナカソフトクリーム食べに行ってきます。水に突き出していきます。ダメだよ、イノシシだ、いろいろある。アマゴのスティックフライ気になるわ。え、なんかゆずあんとかもある。私ゆずにしようかな。あ、これ本物のわさびじゃないんだ。え、偽わさびか。え、偽わさびか。はい、私のイノシシもなんかゆずあんと、お父さんはあんこ。このカップかわいいね。かわいくない？リバーサイドスタンド。イノシシ、イノシシになってるんだよ、そこ。え、ほら、イノシシでしょ。かわいいかわいい。うん、ソフトクリーム美味しいね。めっちゃ美味しい。あ、言っといてなかった。うまくない？これ、ゆずあんいいよ。はい、非常に美味しいです。まあまあまあ、これおすすめ。はい、今日はね、この強プロジェクターつけてきました、久々に。これ叩いてみる。だからなんで本気でやるんだ。結構頑丈です。はい、ではね、月ヶ瀬から帰ります。サポートカーにいろいろ乗っけてます。行きます。はい、では道の駅月ヶ瀬、いや月の駅道ヶ瀬を出ます。おお、桜が舞ってる。ちょっと綺麗だった。あ、そっちか。オッケーオッケーオッケー。なるほどなるほど。こっち、うん、わあ、分かりづれえ。分かりづれえ。大惨事だ。大惨事だ。危ねえ。逆走するとこだって。やっぱりプリウスはって言われるよ、今の。
いやこれ気をつけなきゃね、マジみんなも気をつけてほしい。やめてほしい、わかりづらいわ。あれだから入り口避けて入ろうとしたらさ、逆走になっちゃうよね。大惨事すぎる。お父さんが食べた海鮮丼がさ、結構美味しかったっていう。一番にだから、どこまで期待しなかった。なるほどね、うんうん。そう、弱いっすね、弱いっす。美味しかったんだ。結構海鮮が美味しいってことだ。大きさ的にはね、そんなに。うん。入ってるし。うんうん。ほぼトロトロ丼だね。ぜひぜひね、伊豆に行く人はね、道の駅月ヶ瀬寄ってみてください。バイクの駐車場もあるし、トイレも綺麗でした。ご当地ものが多くてよかった。あのズガニとかさ、イノシシカレーとか、あとジビエもあったね。あ、そうだ、鹿だ、思い出しちゃった。鹿を食べられなかったんだ今日は。今度こそ鹿食べたいからまたリベンジします。うん、焦ったね、マジ焦ったね今日。なんかどんだけさ運転に自信とかがあってもやっぱりさ、こうなんかあるよね、たまにミスがあるから、うん、ミスあるから本当に皆さんも気をつけましょう、うん、私もねまた気をつけないとと思ったわ。まあそんな感じで今回は楽しくね月ヶ瀬までツーリングしてきました。今度ね月ヶ瀬に行くときはぜひぜひ次こそはねキッチンカーの鹿焼きを食べたいと思っております。はい、また行きます。ではね皆さんもぜひぜひ行ってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではせんちゃんでした。バイバーイ。